このままだと動画が全然上がんないよ。皆さんこちらリオナリとハラミンです。今日もですね、村井さんにトークをしましょう。ガチャン暑さマジで今日仕掛けるドッキリなんですけども、はい、ちょっと斬新なドッキリをやりたいなと思って、我々ほぼ毎日、うん、村井さんにドッキリ仕掛けてるわけですよ。してますね。それを逆手に取ったドッキリをやりたいなと思って。そうというと、あのよくコメント欄で、うん、よくこんなにドッキリのネタ思いつくとか、うん、ネタ切りしないすごいなっていうコメントありがたいこといただくんですよ、うん、ありがとうございます。いや本当にありがとうございます、はい、でね、逆にドッキリのネタが思い浮かばなかったらどうなるのか。それだから動画が撮れないってことでしょ。撮れないでしょ、うん、撮れない、動画撮れない、どうしようっていうのを、うん、ターゲットに相談するつまり、うん、ドッキリのネタがない、助けて村井さん、村井さんちょっとドッキリのネタ考えてください。で、村井さんが出してきたネタ面白いのかドッキリ。ああなるほど、まあ、つまり、うん、ドッキリのネタがないっていうドッキリです。どこで徹底で出すんですか。だから村井さんがある程度ネタを出してくれるじゃないですか、うん、っていうところで、うん、取れなかったら取ってってるか取れなかったらもうリオネさんの差し加減で取ってるって出すとね。撮影日なのにそのドッキリネタがない、どうしようと困ってる僕らを、うん、村井さんを助けてくれるのかっていう。斬新でしょ。斬新すぎるね。このドッキリは毎日ドッキリ仕掛けられてないと成立しない。そうですね、確かに村井さん以外成立しない。村井さん以外成立しないドッキリしないね、はい、うん、一体村井さんはどんなドッキリを出してくれるのか、はい、シミュレーションシミュレーションするんですねこれは。はい、あーやべどうしよう、あーやべどうしよう。課長。あー村井さん、いやどうした、なんだ相談ってなんて。いやーちょっとね、どうしたって。実はドッキリのネタが思い浮かばないんですよ。おっ、おそれで、うん、どうしようって思って。おお、ちょっと村井さん考えてもらっていいですか。それ私言っちゃっていいの。ちょっと村井さんの案をアイデアをいただきたいんですよ。よかったな、採用するの。それだってもうネタないから動画撮れないんで、ちょっと動画撮れない方がまずいんで。俺もいろんな相当追い込まれてるってことだな。なんかドッキリやりますか。私なんか、そうか、そうそうだね。あのチンチン侍のあの刀の先っちょになんか本物のチッがついてるわけじゃないか。下ネタで滑ったじゃねえかよ一番寒いパターンだよ、下ネタでさ滑るのは。リオナリさん最悪だ最悪だな村井さんがどういう時の輪を出してくれるのか、うん、やってみましょう。やってみましょう。さあ行くぞ。呼ばれて飛び出てなんとかだー。そなんだ緊急事態です。なんだドッキリ動画、こうネタがなくなってしまって、こうネタがないんですよ。こうだから動画がこのまま撮れなくて、ふ今もうストックもないんで、おおおお、その公開ができないんですよ。おおおお、どうしようっていう。ドッキリ向上委員会は、向上委員会はあるんです。まあ過激すぎるけどね、はい、そうですね、デスソースでケツ吹かしてあがい。そうですね、ああ、うん、だ困ってるんですよ。ほう、このこと村井さんに言うのも変な話なんですけど、あのちょっと村井さんに考えてもらいたいなと思って。いいよ、全然いいよ。ドキング全然いいよ。いいんすか。全然いいよ。ずっとやりたかったやつ。はいはい、あ、書い、じゃあ書いてやる。ちょっと書いた後に僕らに見せてもらえれば。え、大喜利的な感じ。現象で、いやいやいや、もう普通に普通に別にボケなくてです、うん、マジでマジでドキング案が欲しいです。いやーやべえなこの後、動画上がんないからさ終わりだよ、マックス村井チャンネル。そうっすよ。半分隠すの出してください。こうやってくる。そうです。
帽子かぶんないじゃないですか。一切帽子かぶんないじゃないですか。見たことありますか、私が帽子をかぶってる。いや、かぶんない。ない、この5年間ないでしょ、見たことないでしょ。ある日私が帽子をかぶって出社してるんです、うん、そしたら、なんて言います、うん、なんで帽子かぶってるんですか。そうそうそう、多分そう聞くよね、うん、なんで帽子かぶってるんですか。そしたら、ブワーンって帽子がぶっ飛んで、てってれーってなるっていう。ずっと言いたかったんですよ、私。これ、口が切れてるんですか。いや、切れてないです、切れてないです、切れてないです切れてないです。村井さんが仕掛ける側なんだ。そう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 。なんていうタイトルのドッキリですか、それ。帽子が吹っ飛ぶドッキリです。いや、普通にびっくりするよね、絶対、絶対。だって帽子がぶっ飛ぶんですよ、バーンって、うん、で、ててん。帽子ぶっ飛ぶのか、頭平らになったんですか。こんな頭の形、頭鳴らすぎてってねえが入るんだ。こういう帽子になるじゃないですか。まあこういう帽子でもいいです。そこは、はい、そこはこういう帽子でもいいです。怪しい。そのてってねえ棒を取ろうとしたら、ズラも取れるっていうのはどうですか。おお、ミラー落ちですよ。ハゲさすんですか。そうですか。え、剃りはしないけど、まあ坊主とか。どうやって帽子を吹っ飛ばせるかが問題だったんですよ。そうなんですよ。帽子が吹っ飛ぶところがちょっと難しくて、そこ大事ですよ。これが、はい、じゃあやってみてください。いいわ。じゃあそれが、え、お違う、はい、はい、てん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 、お仕事だ、お仕事、仕事の仕事、仕事、仕事。なんで帽子こもってるんですか。バーン。とりあえずびっくりするよね、笑わないよね。とりあえずびっくりするよね、うわーってなるよね。だーまー、なんだ、まだ必要っすね、案が。やっぱ我々がこう仕掛ける。そうっすね。あ、私は仕掛けられる側が欲しい。そうっすね。の案を、それも欲しいっすね。次欲しいんですね。それは欲しいっすね。お願いしますよ。お願いします。任せてほしい。そこら辺任せてほしい。ちょっとピンチなんですよ、これ。ピンチなんですよ。いいっすか。ちょっと似てる。誰でしょう。クレープ大好き。僕ですか。そうです、そうです。ああ、なんか、些細な会話を、うん、私と、はい、村井さんと、はい。そしたら、だんだん後ろにずれていってで、スキーヘッドにしてましたっていう、スキーヘッドにしてましたっていう。手ぐすね、花見さんが後ろから外のズラはちょっとずつ後ろに引っ張っていくんだけど、それ、リオナリさん、その髪の毛の長さ戻るまでちょっと2、3分かかってほしいんですけど、こっちは全部入るんだろ。あと1個ぐらいあるといいね。100万再生ぐらい。100万再生。あー、やばい。このままだと動画が全然上がんないよ。やばい。あー、いきます。まあ、これ日常ですから、もう完全に。うん、うん、もう気づいたじゃないですか。リオナリさんが机でマック食ってるんですよ。私大体行くじゃん、そのポテトくらいに。食べたい。リオナリそのポテト伸ばすやないみたいな。私がポテトに手を伸ばしたら、ネズミ取りの要領でパチッ痛いで、パチッ痛い。どうなってるんですか、それ。どうなってるんですか。ポテトを引き出した瞬間にもどこからともなくバッ。あの板ガムの要領でね。そう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 、板ガムの要領。はいはいはい、はい、もしくは電流ですね。もしくは電流です。どうですか、これありえませんか、シチュエーションとしては。もう何万再生ですか。23。リアル、リアルだ。テテレかい。村井さん、ドッキリなんありますよ。ありますよ。採用してくれ。ないわけないです。あったとしても採用してくれ。村
これこのドッキリはドッキリの案がなくて動画出せない、どうしよう、助けて村井さん。その時村井さんが出したドッキリ案とはっていうドッキリです。おお、いいのよなドッキリ。これぜひ採用していただきたい。ネズミ取り。そうですね、ネズミ取り。ネズミ取りじゃなくてもいいけど、うん、ただ村井さんが考えるドッキリの中に俺一回も出てこなかったですけどね。確かに確かにおかしい。リオナリさんと村井さんしか出てこなかった。ハブで出てこなかった。後付けがすごい。後付けがすげえな。俺を出せ俺は。はい、というわけで、はい、村井さんは素晴らしいドッキリを出してくれました。はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。このドッキリが面白かったらぜひ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。お願いします。他のドッキリの概要欄にリンク貼ってます。ゆるい動画が上がってるひらがなアップバンク、ゲーム実況上げてるアップバンク TV も見てください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまた次のドッキリ動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。さよなら。バチンが難しければポテトに全部テグスつけといて、うん、私がポテトを食べようとしたらポテトがこう全部そうやって、タミンさんがテグスでこう引っ張ってポテトが全部ふんってなるのはどうですか。お、なんで取り終わった時いいやつ出すんですか。めっちゃいいじゃないですかそれ。めっちゃいいっすよね。めっちゃいいっすよね。